皆さんどうも、こんにちは、ドットコムのドットコムです。インターンプラスの実況プレイパート66です。前回のパート編集してたんですけど、パート数盛大に間違ってましたね。ごめんなさい。はい、じゃあ、続きやっていきましょう。地底湖のイベントクリアしたんで、次は、メルカティスさんに行く、もしくは育成パートどっちか、なんですけど、育成パートじゃなくても、メルカティスさん行きます。正直、ここで育成してても、リリアのスキルがそんな伸びそうな気がしないので、なので、それやってるんだったら、まだ先に進めといて、メルカティスさんの敵を利用して育成してた方が、効率はいいかなという判断のもとですね。それで、メルカディさんに行くことにします、先に。ちょっとメルカディさんでイベント変わってるかな？ちょっと見てみるか。確かになんか変わってるかもしれないな。ちょっと待って、セバスチャンの財布がなんか前出てきたんですね。セバスチャンっているの？セバスチャンってレアハートにいるし、今レアハートいけるわけじゃないから。だから、会えないと思うんですけど。ムカティスって探索した十分に。なんか十分探索できてるような気がしないんですけど。あれ？だから言ったろうが、お前にはまだ重すぎるってな。すぎるってことはないよ。ちょっと重かっただけさ。まあ、しばらくは、このな、ん、生倉ですね。生倉やりで我慢してやるよ。武器にケチをつける前に腕上げろや。はいはい。なおさん。なんで、この剣を、重くならねえか。何をわけのわかんねえこと抜かしがある。いや、もっと重量上げてさ。重量上げる前に腕上げろや。腕を上げるために重量上げてくれって頼んでるんだよ。フィナー、ああ、レイド。どうしたの？もう寝た方がいいよ。きっと明日は大変だから。メルカティスさんを超えたらもうすぐジェノシードですね。そうなの？はい、そしたら皆さんともお別れなんですね。あ、そっか。でもリークはジェノシードの近くだし、リリアも。でも、アレイドは、そうだよね。アレイドだけ、また、はるばる帰っていかないといけないですよね。フィークライトまで。あ、ん？雪？積もりそうにないね。ネフィリアの涙。え？ご存知ありません？季節外れの雪のことをネフィリアの涙って呼ぶんですよ。そうなんだ、知らなかった。そうなんだ。フィークライトでは冬にもほとんど雪は降らないからな。南さんの涙なんて誰が最初に呼んだのかしら。そうだね。そういう風に言うとちょっと悲しい感じがするよね。でも、綺麗。あ、やんじゃったね。泣き止んだ女神さんは吠えてくださるかしら。え、ふふ、また一緒に雪が見れるといいですね。うん。さて、約束通りクレイフィアさんを案内してやるよ。1ヶ月はかかんないか安心しないよ。そうだよね。リーク1ヶ月かかったとか言ってたもんね。それでは行きましょう。うん。おう。あれ？これ、そういうイベントがあるんだ。全く何も考えずに入っちゃったけど。まあ気をつけていけや。はーい。
相変わらず意味ないよ、こっちが持ってて。なんで行かねえのかい。やっぱスリーは変わりますね、ちゃんと。さすがです。やべ、喉が痛いな、今日も。よし、じゃあ行きましょうか。じゃあ一旦セーブしていきます。ところ変わって、ジェノシード大神殿。副神官長様、なんだ騒々しい。ここは大聖堂の正面だが静かにせんか。大変です。神官長坂野様が、カチア様がお戻りになられました。カチア。な、バカな。予定より早いではないか。どこまで戻られておるのだ。騒々しいですよ。ここどこだと思っているんですか。あ、ここら、逃げるな。副審官長殿、何をなさっているんですか？あ、そんなことよりも、カチュア殿、おはよう戻りでしたな。はい、ファーデンの情勢も落ち着いてまいりましたので、少々予定を繰り上げました。そうでしたか、ご苦労様でしたな。今日は早々にお休みください。いいえ、そうもまいりません。審官長さんにご報告を。ファーデンは、どうでしたか？そうですね。戦争の後というものは、ファーデンに限らず悲惨です。そうそう。フィークライトから大神官様がおいでになられていましたよ。やはりジェノシードから神官長様が行かれた方が良かったかもしれません。ん？え、どういう状況なんだっけ？神官長が、レフィリア像の、をなんか贈呈したって、っていうのが今の風を感じてて話でなんかどっかで出てきたんですけど、それなのかな。お疲れでしょう。お茶でもいかがですか。それともお風呂にでもゆっくりと。新館長殿、新館長さんはどちらに。新館長室です。絶対に新館長室です。あんた大丈夫か。そうですか。では新館長室で行きます。失礼します。ああ。そうでした。通路が工事中で新館長室は行けません。なんかそこだけリアルだ。では新館長はどうやって新館長室に入ったんですか？それは、趣味です。なあ、私も趣味で移動します。じゃあ、初めからそうしてよ。ダメです。神殿内での術使用を禁止したのは、カチュア自身ではありませんか？もう一度お伺いします。シエラ新館長様はどちらに？失礼します。なぜ鍵を。私に聞かれましても。鍵をお持ちですか。鍵。いやそっちじゃなくて。え、ご利用し。シエラ様、新館長さんお出かけですか？え、おられではありませんか？ん？は？ぬいぐるみ？そう、そういうつもりなら私にも考えがあります。え、何今の展開？ここだけ若干飲み込めなかったな。まあいいや。じゃあ、行きましょう。メルカディスさんですね。ここがメルカディスさんか。なんだか予想されてるね。最初だけさ、奥へ進むのが険しくなってくるよ。あ。なんだお前、本当にもう。おう、アレイロ君じゃないか。久しぶりじゃのう。今、名前間違ったの。こんなところで何をしてるんですか。いやー、一発当てようと思っての、山へ入ろうと思っておったんじゃが。一人でか、無茶だよ、じいさん。そういう獣も強いんだ。あんなにが護衛も兼ねてんだよ。僕は残念じゃのう。この山は？ん？
三子仲間の間で評判の高の山じゃったのに、あ、三子じゃない、山子か。おじいさん、山子だったんですね。何か案内してくれんかの、ただで。あんた山子じゃないんだね。ただ。ん？兄ちゃん、その財布はわしのじゃないんだもう。ああ、これですね。なんで地底湖に落ちていたのか知りませんけど。ん？わしの2108フィルが入っとらん。やけに細かいね、あんた。え？